じゃくん、はいよ。今日は、クロケンパパさんがコロナウイルス、ワクチン接種日です。この後出かけてきますよ。また留守番だね。じゃんけん。じゃあもう起きてきて。ポンちゃんおいで。ポンちゃんおいで。おいでおいで。はい、来た。ポンちゃんおいで。はいはいはい。リカリカ。ポンちゃんポンちゃん。リカリカ。今日はワクチン接種してくるよ。頑張ってね。キタちゃん頑張ってね。ジャン君とポンちゃんもお祈りしてるよ。頑張るね。ポンちゃん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 もなんか。ジャン君なでなでされてると来るようになってね、うん、そして満足するとどっか行っちゃうね。そうね。あ、これ、そうそう、はい、今日はワクチン接種で出かけますけれども、ジャン君の動画の編集はやっとかないといけないのでね、行く前に片付けちゃいますよ。頑張ります。ワクチン接種1回目終了いたしました。どん天です自転車で来ましたが、自転車を降りてから汗だくになっていたので、駐車の先生にはちょっと迷惑をかけたかと思います。さあ、じゃあ帰るか。ワクチン打ちましたよ。全然平気。痛くないよ。あのね、はい、チクッとしますねって言われたのに、チクッとしなかったのはどういうことかな。年取って鈍感になったかね。はい。1回目の接種が終わったのでですね、コロナワクチンに対して 60% だったかなの、免疫力、これから3週間で作られるということですね。そして2回目を接種すると 92% だったかなになるんだそうです。えい、じゃんけん、じゃんくん、じゃんくん、じゃんくん、わっ、我慢といてください。そして、はい、来た来た、俺来たよ。あ、パンちゃん、うん、パンちゃん、パンちゃん、
さあ、じゃあ今日も勉強しようかと言っても、もう結構の時間になっちゃったかな。あ、よいしょ。お昼に、摂取をしてですね、その後買い物なんかをしていたんですが、今もうちょっと家でゆっくりしてたら2時半です。よいしょ。あんまり今日は勉強の時間ないかもしれんね。ポンちゃん、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 ポンちゃんの背中越しにこんなのもらいました。いただき物またです。ワクチン接種済みアピール缶バッジです。これあのでも、誰かに認可されてるとかそういう意味合いではないので、これ一個だけ違うデザインだから、これ母にあげよう。僕はこれ半分使えるってことで、もう一回ウイルス、あ、じゃあ、ワクチン2回目を接種したらどっかにつけて歩こうと。ありがとうございます。ポンちゃんもそう思っております。なんかシュリシュリしとるけど、あら、急にいなくなった。はい、ジャン君。はい、だいぶ夜遅くなりました。それでお休みですかね。ワクチンの接種の後ですね、あのね、左腕を、こう枕にこう肘をついてですね、横になっていたらちょっと腕のところ、注射をしたところが、痛くなってきました。まあ、生活できないほどとか物が持てないほどではないので全然問題ではないんですが、微妙に、まあ、正確にね、人様に伝える時のために少し痛くなったということは、覚えておこう。明日はどうでしょうか。あの体温はね 0.36.1 だったのが 36.5 になりました。少しだけ上がったけどね、これはまあ熱が出たというほどではないです。はい、コロナワクチン、第1回接種リポートでした。リポートしてるつもりあったんだっけ。ポン、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、おやすみ。